皆さんごきげんよう、大和優雅です。私は今日4月に大阪松竹座で公演します垣根の魔女のお稽古に行ってきました。音楽を担当されます岸田聡さんと2人で歌稽古がありました。私が演じます役は、父親が失踪してしまった、複雑な家庭環境に育った娘なんですけれども、2曲歌を歌わせていただきます。まずね、登場のところからもう酔っ払って歌を歌うんですけれどもね、岸田さんが作曲してくださいました歌はもうとってもなんか切なくって、こう胸にくぐってくる、そんな、曲でございます。で、今日は岸田さんが一緒にこう歌ってくださったんですけど、岸田さんのね、こうなんか優しいしびれる歌声がなんかこう切なさを増すというか、なんかそんな感じで、なんかこう音楽もそうだし、歌詞も結構打ってくるね、そういう歌になってます。はい。で、私の役の名前はナナちゃんって言うんですけれどもね、はい、いつもなんかこう置いてけぼりの涙を流してるような捨て猫みたいな、そんな風に育って、で、こう親のね顔色をいつも伺いながら、育ったっていう子猫ちゃんみたいなね、奈々ちゃん、そんな風に育った親子でございます。これからお稽古本格的に始まっていくんですけれどもね、複雑な家庭環境に育っているので、なんかこうすごく丁寧に心のひだというか、そこを作って演じたいなと思っています。で、私の奈々ちゃんの父親役はですね、ラサール石井さんなんですね。で、ラサールさんとは先日、垣根の魔女の制作発表で初めてご一緒させていただいたんですけれどもね、どんな親子関係になるのか、今からもうとても楽しみです。やっぱ親子のこう感じってこうそれぞれ家庭によっても全然違うしね、すごく難しいなって。で、この複雑なこの環境、親子の確執が解決できるのか、解決した方がいいのか、そこら辺をね、深く掘り下げていけたらいいと思いますので、皆さんぜひ4月、大阪の松竹座に、いらしてくださいませ。4月はね、大阪の松竹座で、で、5月に入りますと、ゴールデンウィーク中なんかは、各地回らせていただきます。山口県、それから、久留米、熊本にも行きますね。あと、静岡の方にも、行きますので、ぜひ皆さん、ゴールデンウィークの予定にね、入れていただいて、家族で、旅行も兼ねて見に来ていただけると嬉しいです。なんかこう、改めて家族のあり方とか、親子のあり方とか、いろいろ考えさせられる、そんな作品ですし、もちろんね、笑いもあります。それからなんかもう感動もあります。はい。なのでもう本当に心があったかくなるね、そんな作品になってますので、ぜひぜひ皆さん見にいらしてください。それから演出はですね、少年隊の錦織一清さんが担当するんですね。私、錦織さんとも初めてなのですっごく楽しみです。そして久本雅美さんとご一緒させていただきます。もうなんかもうどんな舞台になるか本当楽しみですよね。私もワクワクしています。はい。ということで、これからガンガンお稽古して、積み上げて、初日までにいいものに作っていきたいなと思っていますので、ぜひ皆さん見にいらしてください。お待ちしております。それでは皆さん、いいねボタン、それからコメント、登録チャンネル、よろしくお願いいたします。では、またお会いしましょう。バイバーイ。いつも、大和優雅チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。大和優雅チャンネルでは、この度、メンバーシップを始めました。
メンバーになっていただきますとですね、特典がございます。私が直筆で作りましたバッジがもらえます。それから絵文字も使えるようになります。この絵文字も私が直筆でね、こう一生懸命考えて作った絵文字になっております。そして、メンバーになっていただきますと、メンバー限定の生配信が月に4回ございます。今まで LINE ライブの方でやっていましたザ・ユーガパーティーというね、パーティーをこちらの YouTube のメンバーシップの中で生配信させていただきます。この生配信でもめちゃめちゃこう楽しいパーティーになってまして、こう皆さんとこうコミュニケーション取りながらね、はい、楽しい楽しい、はい、そういう配信になってますので、ぜひ皆さんメンバーになって、はい、この配信に参加してくださいませ。はい、ヤマトユーガのメンバーシップ、ヤマトユーガの不思議の国のユーガ、ユーガインワンダーランド、ぜひご入会ください。お待ちしております。メンバーになりたいと思う方、概要欄の方にですね、ここをタップしてねっていうところがありますので、そこを押していただいて進んでください。よろしくお願いします。ではまたメンバーになってお会いしましょう。バイバーイ。